三国史第168巻一攫三条一方孫賢は湯孝港にある味方の陣に帰るとすぐ玄徳に帰りを告げていずれ周遊が自身で東嶺に参ると言っておりました」と話した。玄徳は 孔明と顔を見合わせて「これほどな儀礼に周囲が自身で当礼に来るというのはおかしい何のために来るのであろう」「もちろん南軍の城が気にかかるのでこちらの動静を見に来るのでしょう」「もし兵を率いてきたらどうしようか」「ご心配はありません」「まず今度は探りだけのことでしょう」 ご対談の孔明は何事かささやいた先触れのあった日湯孝公の騎士には標船を並べ軍馬兵器をせい,せいと立てて周囲のつくのを待ってい周囲は随員と守護の兵三千騎を連れて船から上陸した。 見るに陸上にも後編にも兵馬や大船が整然と騎士を揃えているので「案外馬鹿にはならぬ兵力を持っておるな」と言わんばかりな流し目を配りながら長雲の一帯に迎えられて陣の縁紋へ入っていった。もちろん玄徳孔明 その他の他武将は熱く出迎え大品の礼を取って開園の上座へ進めた酒、数順玄徳は杯をあげてしきりに赤壁の大将を激唱しながら時に引き続いて江北へ御進撃と承りいささか戦いのお手助けを申さんと。 急遽この湯孝行まで陣を進めてきましたがもし周都督の方で南軍をおとりになる御意志がなければ玄徳の手を持って攻め取りますがと軽く言ったすると周湯も気軽に笑って戯れた「どういたしましてとんでもないごが慶州を平凡戦と望んでいたことは」。 実に久しいものです。今南軍はすでに五の棚心にあるものを決してご心配くださるに及ばん。けれど世のことわざにも小中のもの必ずしも小中のものならずということもあります。曹操が残していった宋人は北国のプ府府とそらく州都督のお手には やすやすと落ちないのではないかと案じられますが周囲は眉の間に奮然と噴煙を表したがすぐ皮肉な嘲笑にそれを変えて「もしそれがしの手に取れなかったらあなたの手で取ったらよかろう」「ほうそうですかそれはかたじけないここにはろしく」 「孔明という生き証人もいること寿の今のお言葉をよく聞いておいてもらいたい」「大丈夫の一言何の証人などがいろあ後でご後悔はありますまいなバカな」「周囲はいっぱいを干してまた一生した」 盛んに周瑜の言を褒め上げた。さすがに周都督の一言は、ごの大国たる感독を示すにあまりある考論というものです。荊州の地は当然まずご軍からおそめあるのが本当です。そして万が一にもごの手に余ったときは、劉公叔が試みにそれを攻めとってみられるが良いでしょう。 周遊らが帰った後であでる。玄徳は嘆かわしい顔して孔明を責めた「周囲と対談の時はああい,いえこう答えよ」と先生がこの玄徳に教えたので要はその通りに応対していたそれなのに先生自身周囲に向かって南軍を取れと言わんばかり励まして返したのは 一体どういうつもりかその以前私が慶衆をおとりなさいとあんなにおすすめ申したのに君には更に耳へお入れがなかった我が一族我が味方夜に血もなくほとんど今は呼吸の境界。昔を通うてくれるな事情も変わっているご心配には及びません 別に孔明に明一計があります。近いうちに必ず君を南軍城へ入れてご覧に入れまする」。周瑜は自軍の陣へ帰るとすぐに南軍城へ向かって猛烈な行動を起こすべく指令を出していた。ろしくがその間に言った「玄徳とお会いなされた折。 なぜ彼に対してもし五軍の手に余る時はそっちで南軍を攻め取るも随意だなどと言われたのですかそれは君言葉の上だけのものさ人情の余韻を残すというものだすでに石壁においてすらあの大将を博した我が軍の前に南軍の城のごときは外周る一色 あんなもののをを取るのは、手を返すより優しいいことじゃないか先手五千の兵には賞金が大将として進み副将帝邦女性がそれに続き周囲の中軍も前進して堂々城へ迫ったこの時まで城中の宋人は曹操の残していった戒めを鉄則として エルナ守れ、の一方でただ用害を厳しくするに窮窮としていたが部下の牛金はしきりに進めた「用害の守りというものはある期間だけのものです」「古来落ちない城というものはない」「今すでに五軍が城下へ迫っているのに」 城を出てこれを打つという変もなければ城中の士気は消極的になるばかりで所詮長く持てるものではありませんそれも一理ある宗神は牛菌の鯉を入れて兵五百を授け木を測って奇襲を命じた牛菌は城門から突出して敵の戦法を の軍を蹴散らした。帝鳳は牛金をめがけて一騎打ちを挑んだがたちまち後ろを見せて逃げ出した牛金の五百騎は逃げる帝鳳を追いまくってつい深入りしたにわかにさっと返した帝鳳軍はこう鳴らして味方を糾合し追いつかれた牛金軍五百を 袋の中のネズミとしてしてまった。「戦況いかに」と城中の櫓から眺めていた宗仁は牛筋の気球を見て自身手勢を率いて救いに出ようとしたすると長子陳峡が「上正がこの城を託して都へ帰られる時何とのたまわれましたか」と 口を極めて軽率な戦いをいさめた。だが宋仁は「牛菌は大事な対象だし部下五百は城中で重きをなす精鋭ばかりだ。それを見殺しにするわ。この城の自殺に等しい」とばかり耳も貸さず馬に打ち乗り屈強な兵千余を率いて。 城外まででき出たので陳境もやむなく櫓へ駆け上り太鼓を打って勢いを添えたかくて人は五軍の真っただ中へ駆け入ってまず女性の一角を蹴破り牛筋と合流して守備よく彼を救い出したけれどまだあと五六十機のものが 獣医の中に残されているのを知ると「よしもう一度行ってくる!」と再び駆け入りあとの者をも一人も余さず救出して帰ってきたすると呉の先方の大将昌金が道を遮って宋仁を打ち止めようと試みたけれど宋仁の言うはそれらの阻害をものともせず 四角八面に奮戦しまた竜金もそれを助け城中から総人の弟の総順が火星に出て群がる敵へ当たったのでついにその日は守備よく目的を達して「総人ここにありの重きを敵へ知らしめたで城中ではその夜「まず合戦の幸先はいいぞ」 大いに勝ち戦を課して杯をあげていたがそれに反して除染に敗れた五軍の英内では「敵に数倍する税を要しながらしかも城中から出てきた兵に不意を突かれるとは何たる無様だ」<laughs> と昇金女性の共柄はととく周囲の面前でその責めを問われ 三々通罰されていたこの上は自身南軍の城をひともみに踏みつぶしてみせる周囲は怒った後でこう豪語したここ冷戦連勝の勢いに誇っていたところなので賞金の些細な一杯も彼にはひどくケチがついたような気がしたものと見える。 ご自身軽々しい勢いはまずなさらぬ方がよいでしょう。いさめたのは寛寧である。官寧は説いた。南軍と規格の形成を作って一方医療の城も戦備を固めています。そしてそこには僧人と呼応して僧公が立てこもっていますからうかつに南軍だけをめがけていると。 いついかなる変を起こして側面をついてくるかもしれませんではどうしたがいいかそれがしが三千騎を拝借して医療の城を攻め破りましょうよしその間に南軍の城は我が手に片付ける手配はなった観音は甲を渡って 医療場へ攻めかかった。南軍の城の櫓からそれを眺めた宋仁は驚いた「これはいかん寄せての一部が医療へ迫った医療の倉行は困るだろう何しろまだ防備が完全でないから」と陳教に急場の処置を図ったところ御社邸の宋淳殿に牛金を服しとし たちににうをおわししなったらよいでしょう医療の城が落ちたらこの南軍城も瀕死になります」と彼も慌てだしたそこで総順と牛菌はにわかに医療の救いにはせつけた総順は外部から城内の宗公と連絡を取って「力によらず謀略をしとして」 敵をあざむこうではないか、と一計を約束した。官姉はそれとも知らず、前進また前進を続け、敗走する城兵を追い込んで、意外にも脆いぞ、と一挙占領にかかった。倉庫も出て奮戦したが、実は策なので、 たちまちま支えがたしと見せかけててて城を捨てて逃げた日暮れに迫って官永の軍勢は残らず城内へなだれ入り外貨を上げて誇っていたがなんぞ計らん総淳牛金の御詰めが書文を包囲しまた宗公も引っ返してきて勝手を知った寛堂から領道まですべて外部から遮断してしまったので 寄せての勘寧と宗淳は全く位置を変えて古城の中に封じ込められてしまったこの知らせが呉軍に聞こえたので周囲は重ね重ね眉をしかめ「帝府何か策はないか!」と評議に集まった面々を見回した帝府は言う勘寧は の中心見殺しはできませんしかりといえど今兵力を分けて医療へかかれば敵は南軍の城を出て我が軍を攻撃してきましょう。両毛がそれに続いてこう権を吐いた「ここの抑えは両党に命じていけば十分に頑張りましょう。やはり観念を救うのが勝利の急です。 手前に先方を命じ合って都督がお続きくださるなら必ず10日以内に目的は達せられるかと思われるが周囲はうなずいてさらに「両党大丈夫か?」と念を押した両党は引き受けたが「ただし10日間がせいぜいです」 「十日は必ず頑張ってご覧に入れますがそれ以上日数がかかるとそれがしはここで討ち死にのほか亡きに至るかもしれません」と言った「そんなに日のかかるほどな敵でもあるまい」と周囲は兵一万に、両党を後に残してその他の主力をことごとく医療方面へ動かした。 途中で旅毛が検索した「これから攻めに参る医療の南には狭く険しい道があります。付近の谷へ500ほどの兵を伏せ芝滝木を積んで道を遮りおけばきっとあとで物を言うと思いますが周囲は入れてその計模様からん」と手はずを言いつけさらに前進して 「医療へ近づいた医療の城は桶のごとく敵勢に囲まれている」「誰かその鉄塔の中へ入って城中の官寧と連絡を取る勇士はないか」と周囲が言うと「それがしが参らん」と周泰が進んでこの難役を買って出た彼は人中第一の俊足を選んでそれにまたがり 一面を加えて、敵の包囲圏へ駆け込んでいったただ一気弾丸のようにかけてきた人間を宗公宗順の部下はまさか敵とも思えなかったただ近づくや否何者だ待て待てと遮った集隊は刀を抜いて剣舞するようにこれを馬上で回しながら。 遠く都から来た九州だ。そう上昇の命をおぶる早馬なり貴様たちの知ったことじゃない近づいてけ殺されるなとわめきわめき失踪していったその勢いで二段三段と敵陣を駆け抜けてしまいついに医療の城下へ来て「かんねえ城門を開けてくれ」とどなった 櫓からそれを見た観音はどうして来たかと驚いて迎え入れた秀太は言った「もう大丈夫安心しろ周徳がご自身で救いに来られたそして作戦はこう」と一切を示し合いここに完全な連絡を取った昨日おかしな男がただ一揆城中へ入ったというし それからがぜん、上兵の士気が上がっているのを眺めて、寄せての倉庫を、じんは、これはいかんと顔見合わせて。周囲の援軍が近づいた証拠だ、ぐずぐずしておれば、今日を食。く、どうしようどうしようといっても、急にはしろも落ちまい。勘をわざとしろへさそいこんで、袋叩たきにするという策は、明暗にもっ 実は下の下作だったなこうなってみると今更そんな繰りとを言ってみてもしかたはない難軍へも使いが出してあるから兄の宗神から課税に来るのを待つとするかともかくも一両日頑張ってみようなんぞむさくなると心あるのなら歯がゆく思ったに違いない。 すぐ次の日にはもう周遊の大軍がここへ殺到した宗公宗巡、牛筋など慌てふためいて戦ったものの元より敵ではなかった陣を崩してたちまち敗走の集隊を見せてしまうのみならず周遊の急追をよけて山越えに出たはいいが途中の険しい細道までかかると 道に積んである芝や滝木に足を取られ馬から谷へ落ちる者や自ら馬を捨てて逃げ出すところを撃たれるやらで散々な体になってしまった後の軍勢は勝ちに乗って途中敵の馬をろかくすること三百余余きらに進撃を続けてついに南軍城外十里まで迫ってきた。 南軍の城に入った宗公総淳などは兄の宗仁を囲んで暗淡た,たる顔つきを揃えていた今にしてこの一族が悔いを負うていることはやはり上尚のお言葉を守って絶対に城を出ずに最初からただ城門を閉じて守備第一にしておればよかったという及ばぬ愚痴だったそうだ 忘れていた。じんはその愚痴からふと思い出したように膝を打ったそれは曹操が都へ帰る時「いよいよの気球となったら封を開いてみよ」と言って残していった一巻の中であるその中にどんな秘策がしたためてあるかの希望であったここ周遊の得意は思うべしであった。 まさに上将将軍の害がある医療を占領し無事に官邸を救い出しさらに勢いを数倍して南軍の城を取り囲んだはてな敵の兵は皆逃げ自宅だぞ腰に兵糧をつけておる城外に高い青楼を組ませてその上から城内の 敵の防御ぶりを冒険していた周囲はこうつぶやきながらなお眉に手をかざしていた見るに城中の敵兵はだいたい三手に分かれているそしてことごとく外櫓や外門に出てその本丸や主要の柿の陰にはすこぶる式のない髪端や上りばかりたくさんに立っていた。 実は人もいない気配であった。さては敵将の宋人もここを守りがたしと悟って外に眼強に防線を示し心には早くも逃げ自宅をしておると見える。よしさあもあらばただ一撃にと周囲は自ら先手の兵を率い。 後陣を帝府に命じて城中へ突撃した。すると一騎、群がる城兵の中から踊り出て、来たれるは周よか。湖北の行友総工とは我なり、いざ、出会え。と名乗りかけて出た。周よは一生を与えたのみで、 医療を落ち延びた逃げ上手な倉庫よな猿恥知らずの廃傷と歩行を交えるがごとき周囲ではない誰かあの野良犬を撲殺せいとむちを持って部下を差しまねた「心得て騒動」と軸線を越えてかなへ馬を向けていったのは この関東であった。人混ぜもせず二人は戦った攻撃三十四後僧侯は金わじとばかり引き退くするとすぐそれに代わって僧人が馬を駆け出し大音を上げて「気をくれたか周遊心よく出て一戦を交えよ」と呼ばわった。 呉の集隊がそれに向かってまたまた宋人を追いしぞけてしまったここに至って城兵は全面的に崩れ立ち五軍は勢いに乗ってとうとうと殺到した勘固天を包み本円地をまいて「今なるぞこの呉を外すな!と」と周囲の猛省は 味方の塩を率いて真っ先に突き進んでゆく息もつかせぬ護兵の窮吊にどう失ったか宗人宗庫をはじめ城門へも逃げ込み損ねた守兵は皆城外の西北へ向かってなだれうっていったすでに周囲は城門の下まで来ていた見回すところここのみか城の指紋はまるで開け放しだ いかに敵が狼狽してうちを虚にしていたかを物語るように「それ城東へ駆け上ってこの旗を立てろ!と」ともう占領したものと思い込んでいた周囲は後ろにいる騎士を叱咤しながら自身も城門の中へ駆け込んだすると門楼の上からその様子を伺っていた長子陳峡が「 あ、はあ、まさに我が計略は図に当たった総上情が書き残された漢中の秘景は神に通ずるものであった!と」と簡単の声を放ちながら傍らののろし靴へ火を落とすと轟音一声、門炉の中天に黄色い煙の傘が開いた途端に 辺りの障壁の上から石弓石鉄砲の雨が一度に周囲をめがけて降り注いできた周囲は仰天して駒を引っ返そうとしたが後から盲目的に突入してきた味方にもまれうろうろしているうちにそっかの大地が一畳も陥没した落とし穴であったのだ上を下へとうごめく少子は 穴から這い上がるところをせん滅的に撃ち殺される周囲は辛くも馬を拾って飛び乗るや稲門外へ逃げ出したが一戦の八百りが彼を追うかと見る間にクシッと左の肩に立ったドンッと馬から転げ落ちるそこを的中の一将ギ勇ウキンが首をかこうとかけてくるのを後の帝邦 女性らが馬のモロ膝をなぎ払って牛筋を防ぎ落とし周囲の体を引っ担いで呉の陣中へ逃げ帰った堀に陥って死ぬ者矢に当たって倒れる者など城の指紋で同様な混乱に陥された呉軍の損害は実におびただしい数に上った引き金引き金を。 と帝府は慌てて総退却を命じていたそして南軍の城から思い切って遠く交代すると早速「何よりは届くのお命こそ!」と軍医を呼んで中軍の帳のうちに横たえてある周囲の焼き図を手当てさせたああ、これはご普痛でしょう矢尻は左の肩の骨を割って 中に食いい込んでいます医者は難しそうな顔をしかめて患部を眺めていたが傍らの弟子に向かって「のみと傷ちをよこせ」と言った。テーフが驚いてコラコラ何をするのだと怪しんで聞くと医者は患者の傷口を指さして。 ごらんなさい。素人が下手な矢の抜き方をしたものだから矢の根元から折れてしまって矢尻が骨の中に残っているではありませんか。こんなのが一番我々外科の苦手で荒領事をいたすよりほか方法はありません。と言った。うーんそうか。 とひなくつばを飲んでみていると医者はのみと土を持ってカンカンと骨を掘り始めた「痛い痛い黙らんやめてくれ」周囲は泣かんばかり悲鳴を発した医者は弟子の男と帝府に向かってこう暴れられては手術ができません 手足を押さえていていくれとその間もこんこん傷ちを振っていた荒療治の結果はよかった苦熱は数日のうちにいえ周囲はたちまち病床から出たがった「まだまだそう軽々しく思ってはいけません」「何しろやしりには毒が塗ってありますからな」 何かに怒って気を激すと必ず骨腸と肉の間から再び病熱が発しますよ医者の注意を守って帝府は固く周囲を止めて中軍から出さなかったまた諸軍に下知していかに敵が挑んできても固く尋問を閉ざして相手に出るなと限界した。 常兵は以来再び城中に戻っていよいよ勢いを示し中でも総人の部下牛金はたびたびここへ寄せてきてはどうしたこのやからこの陣中に人はないのか中軍はお気くいかに敗北したからとていつまでベソをかいているのだ伊佐によく 往復するなり「しからずんば旗をまいて退散しろ」とさんざんにあっこを吐き散らしたけれど御人はまるでお通夜のようにひっそりとしていた牛筋はまた日を改めてやってきたそして前にも勝るあっこう造を浴びせたが「静かに静かに」 とテイフは、ただ周遊の病気の再発することばかり恐れていた。牛筋の来訪は依然やまない。来ては恥ずかしめること七回に及んだ。テイフはひとまず兵を収めて、故の国元へ帰り、周遊の傷が完全に治ってから出直そうという意見を出したが、書生の書評は。 まだそれに一致を見なかったかかる間に城兵はいよいよ足元を見透かしてやがては総仁自身が大軍を率いて寄せてくるようになった当然いくら火しても周囲の耳に聞こえてくる周囲もさすがに無人ガバと病床に身を置き直して「あの時の声は何だ?」。 と尋ねた。帝フが答えて「味方の朝練です」と言うとなお耳を澄ましていた周囲はがぜん立ち上がって「鎧を出せ剣をよこせ!」と罵ったそして「大乗不足る者が国を出てきたからにはかばねを馬の皮に包んで」 本国へ帰るこそ本望なのだ。これ意識の復唱に無用な気遣いはしてくれるな!」と言い放ちついに町外へ踊り出してしまったまだ家えきれない後ろ傷の身に外交をつけて周囲は豪気にも馬に飛び乗り自身数百機を率いて陣外へ出ていった。 それを見た宋人の兵は「いや周囲はまだ生きていたぞ!と」と大いに恐れて動揺した宋人も手をかざして戦場を眺めていたが「なるほど確かに周囲に違いないがまだ金層は治っておるまいおよそ金層の病は気を激する時は破傷して再発するという」 一度して彼を罵り恥ずかしめよと軍卒どもへ命令したそこで宋仁自身も先に立ち「周遊中視先頃の矢に並行したか気分はいかがこはもてるや」などと長老した彼の彰子もその「お」について散々悪紅を吐き散らすと。 たちまち土面を手礼のようにして周囲は「倒れかわる総人ヒップの首を引き抜け!」と叫び自身も馬車を奮い立てて進まんとした「藩車をこれにあり、いいでそれがしが」と周囲の後ろに控えていた一生が駆け出そうとする途端に周囲は「 くわっと口を開き血でも吐いたか矛を捨てて両手で口を塞ぎながらドゥーッと馬の背から転げ落ちたそれと見て敵の僧人はザーマーを見よキャツ血を吐いて死したりと一斉に切り入ってきたゴ軍は色を失って総崩れとなり 舟湯の身を拾って尋問へ逃げ込んだこの日の敗北もまた三たるものであった夕食深き中に舟湯は取り巻かれていただが彼は案外元気な様子で医者の勧める薬湯など飲みながら味方の署将へ話しかけて「今日馬から落ちたのはわざとしたので」。 金仁が破れたのではない。人がの刑を逆用して急に血を吐いたまねをして見せたのだ。早速人仁に黙秘を立て潮花を奏でて周遊しせりと噂するがいい。と言った次の日の夕方ごろ僧仁の部下が場外で五兵の一小隊を捕虜にしてきた。 尋問してみると彼らは昨夜ついに呉の大都督周囲は金層の再発から耐熱を起こして沈没されましたで呉軍は急に本国へ引き上げることにうちうち決まったようですから所詮せに勝ち目はありません勝ち目のない軍について帰っても増票はいつまで増票で終わるしかありませんから 一度談合して降参に来たわけです。もし我々をお持ちくださるなら、今夜五人へ案内いたします。もに服して意気承しているところへ押し寄せれば、残る五軍を殲滅しうることは疑いもありません。宋仁、宋行、宋純、賃金、牛金などは、 吸収してつにかかったその結果信仰に及んで五の陣へ大衆を決行したところが陣中は旗ばかり立っていて人影もなかった両領として捨てかがりがところどころに燃え残っているさては早ここを払って引き上げたかと疑っているとたちまち 正門,門から集大、半将南の門からは女性帝宝、北の作門からも陳腐、両毛などという五将の名だたる手勢手勢が時を作りドラをたたき一度に取り込めて猛撃してきたため空人の袋に入っていた僧人以下の兵はどう失い 騒ぎ立って蜂の巣のごとく叩かれた挙句子卒の大半を撃たれて八方へ回覧した宗人、宗淳宗公など皆自分らの南軍へ向かって逃げたが途中この寛令が道を遮っていたので城内へ入ることもできずついに城陽方面へ逃走するのほかなかった死せる周囲は生きていた。 この周囲は十分に勝ち抜いて息すこぶる盛んに帝府を連れて乱軍の中を縦横し井でこの上は南軍の城に五の世紀を高々と掲げんものと堀の辺まで進んでくると子はそもいかに城壁の上には見慣れない旗やのぼりが夜明けの空に へんぽんと立ち並んでいる。そしてそこの高屋蔵の上には一人の武将が突っ立って厳に城下を見下ろしていた怪しんで周囲が「城東に立つは何者か!」と堀際から第四に言うとさっきも第四に「城山の長雲紫竜」。 孔明の下地を受けてすでにこの城を占領せり遅かりし周囲届くお気の毒ではあるが引っ返したまえ」と城の上から答えた周囲は仰天して虚しく駒を返したがすぐ勘令を読んで慶州の城へはせ向けまた両党を読んで 上陽を奪い取れと命じた我孔明に出し抜かれたり周囲の心中はすこぶる穏やかでなかったのであるこの上は時を移さず慶州上陽の二条を取ってその後に南軍の城を取り返そうと腹を決めたものだ ところがたちまち早馬が来て「慶州の城にもすでに上妃の手勢が入っている」と告げた「えっ何として!」と疑っているところへまたまた城陽からも早馬が飛んできて「時すでに遅しです城陽城中には官府の軍がいっぱいに入って城上を高く玄徳の旗を翻している」 と知らせてきた。周囲がその司祭を聞くとこうであった「孔明は南軍の城を取るや否やすぐ総人の割符を持たせて人を慶州に見悪し南軍危うしすぐ救え」と言い送った慶州城の盲主は割符を信じてすぐ救援に駆け出した。 留守を図っていた孔明はすぐ張飛を向けてそこを占領し同時にまた同様な手段で上陽へも人をやった「我今危うし五の兵を外より破れ」という劇である。上陽を守っていた下光順も宋人の割符を見ては疑っているいとまもなく直ちに城をいで 慶州へ走ったかねて孔明の命を受けていた関羽はすぐ後を乗っ取ってしまったかくて南軍上陽慶州の三条は血も見ずに孔明の一役に期してしまったものである周囲の驚き方は一通りや二通りではない失神せんばかり免職を変えて一い どうして総人の割符が孔明の手になんかあったのかと叫んだ。帝婦が首を垂れていった。孔明すでに京州を取る。京州の城にいた義の調子、神教は城に旗の上がるよりも先に孔明に生け取られてしまったに違いありません。 ワリフは常に人胸が帯びていたものです聞くやな、周囲は「ああ<う>!」と床に倒れた土器を発したため金層の口が破れたのだった今度ははかりごとではない本当に再発したものであるだが人々の看護によって ようやく蘇生の色を取り戻すと周囲はなお牙を噛んで「だからだから俺は徳から孔明を危険視していたのだもし孔明を殺さずんばいつの日かこの心は休んずべきよ今に」と罵し そしてひたすら難軍の脱会を策していると一日露宿が来て「いかがですご気分は」と見舞った周囲はもう寝てなどいなかった息健康を示して近々のうち玄徳孔明と一線を消しかの難軍を手に入れた上は 一度声帰って少し養生しようと思う」と語ったするとロシクは「無用です無用無用!」と首を振ったロシクは言う「今曹操と戦って石壁に対勝を得たと言ってもまだ曹操そのものは倒しておりません」 聖杯のれれ目はこれからです。一面に五君尊権には先ごろからまた合皮方面を攻めておられるよしそんな体制をもってここでまたも玄徳と先端を開いたらこれは曹操にとって最も上手べき機会となりましょう周囲にもその不利は当然分かっていたが 彼の闇がたい感情ががんとして言うのであった。我が大軍が赤壁に義を打ち破るためには、いかに莫大なる兵力と軍備の犠牲を払ったか知れない。しかるに、その戦型る京州地方、何もせぬ玄徳に横取りされて黙ししておられるか。ごもっともです。 それがしが玄徳に対面して徳と道理を説いてみましょう禰祝はすぐ南軍城へ仕いしたその姿を見るや上等の頂から首相長雲が声をかけた「御能祝公何しに見えられたか美公にお目にかからんがために劉皇祝には」。 慶州へ行きたまえ是非なく彼はその足で慶州へ急いだ慶州の城を通ってみると世紀も軍隊も町の声も今は全て玄徳色に彩られている「あ、はあ」とろしくは丹ぜざるをえなかった「いやあ お久しゅうございました。迎えたのは孔明である。礼儀は極めて熱い。品種の座を分かつ安く。ロシックは彼を責めた。将軍100万の南西で第一にとりことなるものはおそらくあなたの御朱くん備考であったろうと思う。それを我が。 この国が莫大な戦狼を費やし平和大戦を動員して必死に当たったればこそ彼を撃破しお互いに何なきを得ましたその戦果として慶州は当然後に属していいものと考えられるが語辺はどう思われるか孔明は笑ってこれは否お言葉 慶州は慶州の主権のもので曹操のものでもなし後に属さねばならぬ理由もない国です。とはなぜか慶州の主劉氷は死なれたしかし以古の龍樹すなわちその嫡子はなお我が龍光縮のもとに養われている。晃縮と龍樹とは 元これ、同窓の家系おじ甥おいの間柄それを助けてこの国を復興するに何の不道理がありましょうやろしくはぎくとしたここまでの辛抱が孔明にあったとはさすがの彼も気づかなかったからであるいやその隆起は確か

客に礼した。「見ると紛れなき隆起である」「ご秒中なれば失礼遊ばされよ」孔明の言葉に貴君はすぐ病を塞いで奥へ隠れた「ろしくは目前と首を垂れてしまう」「孔明はなお言った」貴君「貴く 一日あれば一日慶衆の主です。あのご病弱ゆえもし溶接されるようなご不幸があればまた別ですが。ではもし龍紀が用事したう否となったらこの慶衆はごえ返したまえ。口論名論それなら誰も異論を立てるものはありますまえ。 それから大いに地層を出して歓待したがろしくは心もそぞろに帰りを急ぎすぐ周囲にあって司祭を話した「長いことはありません隆起の血色を見るに近々危篤に陥りましょうここしばらく」。となだめているところへ折も折御所孫賢から早馬が来て 総軍皆慶衆を捨てて西荘まで引き上げろ」という軍令であった。